一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。では時に赤老、極めたか。はっ。おお、確かにな。赤老、やはりお主には人斬りの才がある。褒美じゃ、取っておけ。一心様、ではお主か。それがお主の心配顔か。じじいはここにいろと絵馬がうるさい、ゆえにこうしておるだけじゃ。迷うそる意志まったく。では
死者だ。お主のことは
よく覚えているぞ。死んだと聞いていたが、一体何を企んでいる？フクロウよ。企むなど滅相も。さあ我と共に参りましょうぞ。このフクロウは巫女様の尊いその恩人、お守りしたいだけにございます。お主は流因に見入られたか。話すことはない。去るがよい。はい、すみませぬが、懐かしきこの眺めをもうしばし堪能したく、満足しましたら帰ります。生きておいでだったとは。計りごとよ。お前こそあの世死んだと思うておったがな。巫女様のお力にて死人より帰りました。それよ。はわしはあの巫女の力を流因を手中にしようと思う。ですが。わかっておる。第一の掟により父が命じる。主を捨てよ。今よりあの巫女はお前の主ではない。巫女様を捨てる。そうじゃ狼よ。父の言葉に従い巫女を捨てよ。できませぬ。できぬだと。忍びが情に流されるなど、なんと情けないことか。せがれよ。なぜこの父の思いがわからぬのだ。忍びの掟を忘れたか。掟は己で定める。そう決めました。我が主のように。少しは成長しておるようだな。やろうか。もう神よ。久方ぶりよな。おい！
なんと。マイル。逆たぶるよな。
かぶるよな。おい、参加たぶるよな。おい、